こんにちは。バスガイドぶらり旅にようこそ。今日も寒いです。今外の気温氷点下3度なんですね。今日も寒い朝を迎えています。さあ、後ろに見えている大きな銅像、これ誰だか分かりますか？若い頃の徳川家康なんですね。ちょうど姓が松平から徳川に変わった頃、25歳の頃の徳川家康の銅像なんですね。今私が立っているのは愛知県岡崎市です。名鉄東岡崎の駅前にいるんです。さあ、こちらの銅像なんですが、2019年できたばかりの新しい銅像なんですね。とっても大きいです。高さは台座を含めて 9.5 メートルあるんですね。家康と馬の銅像を合わせて 5.3 メートル、日本最大級の銅像となっています。さあ、前回はですね、徳川家康の壮年期、29歳から45歳までを過ごした浜松城をお送りいたしました。今日はですね、さらに遡って家康の生誕の地岡崎にやってまいりました。今日は岡崎城をご案内していきたいと思います。さあ、今回もですね、ガイドの波江でご案内させていただきます。さあ、カメラマンは高所恐怖症のみゆきちゃんです。みゆきちゃん、はい、よろしくお願いします。みゆきちゃん言って、よろしくお願いします。はい、ということで2人でお送りしたいと思います。今日もよろしくお願いします。では岡崎城に行きましょう。はい、それではいよいよ岡崎城にやってきました。後ろに大きく見えているのが岡崎城の大手門です。大きいですよね。こちらの大手門は1993年平成5年に復元されたものなんですね。高さは11メートル、幅が 16.4 メートル、そして奥行きが 6.3 メートルという大きな門なんです。もともとこの大手門はですね、ここから200メートルほどですね、北東の方向に行った牛若丸ゆかりの浄瑠璃寺ってお寺があるんですが、その南側にあったんだそうです。現在ではこの岡崎城の公園となっている岡崎公園の入り口、表門にしてここに復元されているんですね。さあ、それではこれからですね、城内の方に入っていきたいと思います。さあ、この岡崎城はもともと室町時代の半ば頃、弘昭元年1455年に三河の守護代西郷次頼によって4年の歳月をかけて作られました。はい、その後にですね、このお城は松平家のものとなりまして、徳川家康のおじいさん松平清康が1524年に入城いたします。そして1542年徳川家康がこの岡崎城で生まれるんですね。さあ、それでは岡崎城中へと入っていきたいと思います。さあ、じゃあ一緒に来てくださいね。まずは今ね、やっぱりコロナなので、ここにね、今までなかったんですけども、アマビエ神社ができてますよ。疫病隊さんですね。皆さんも一緒にお参りしたいと思います。疫病隊さんです。はい。そしてですね、ここに大きな門松が両側にあるんですよね。まだお正月ということでですね、もう今日は1月の9日ですので、ちょっとお正月はね、もう過ぎてるかなと思うんですけども、まだここに門松があります。実はこの門松、徳川家康ゆかりだっていうこと、ご存知でしたでしょうか？門松ってもともとね、このスポンと斜めに上切られてなかったんだそうです。お正月だけではなく、これは祈願ですね、戦勝祈願としてもともと使われていたものなんだそうです。そして徳川家康が武田信玄と戦った三方ヶ原の合戦の際に、この門松を戦勝祈願で飾ったんですけれども、この門松の竹を武田軍というふうに見立てまして、武田の首を落とすという意気込みから、上の部分を斜めにスパンと落としたということなんですね。そしてこの竹の横にあるこの松、これは徳川家康の旧姓である松平という意味で添えられているんだそうです。これがですね、江戸の武士たちにね、だん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 広まっていき、全国へと広まっていったということなんだそうです。
徳川家康によってこの形が出来上がったというふうに言われているのがこの門松なんですね。はい、そしてですね、この大きな大手門、ちょっと門松の裏側を見てもらうと綺麗な大きな石がありますよね。この石、御影石なんです。高級品ですよね。実はこの岡崎は日本三大石の生産地として知られているところなんですよ。この石垣もこの岡崎産の御影石が使われています。もうこれはですね、平成5年に作られたものですから、綺麗な切り込み剥ぎになってますよね。岡崎にはですね、やっぱり石の産地ですから職人さんもね、たくさんいらっしゃいます。はい、それでは大手門くぐっていきますよ。はい、行きましょう。はい、城内に入ります。はい、今城内に入ってきました。後ろに見えているのが時計台なんですね。高さ6メートルのからくり時計なんです。これがね、なかなかの人気なんですよ。朝9時から夜の9時までなんですけれども、毎時0時と30分に1時間に2回徳川家康があの時計の中から登場してくるんですね。そして能を踊って威訓を唱えるんです。3分間なんですけどね、結構見応えがあるんですよね。まだちょっと朝が早いので始まってませんけれども、後で見れたらいいなと思ってます。からくり時計です。葵の御門の見えてきた大きな建物が三河武士の館、家康館と言います。これはですね、三河松平家の歴史から徳川家康が亡くなるまでの歴史を分かりやすく見学することができるんですね。そしてまた、いろいろな美術品などもこちらに収められています。今回はですね、早朝で開いてませんし、今ね、またコロナの関係もあって現在のところは休館中ということなんですね。さあ、今度はね、その隣、ここちょっと見てみてください。さあ、こちらがですね、徳川の四天王の一人、本多忠勝公の銅像なんですね。非常に勇壮な武将として知られる方なんですよね。鹿の角の兜をかぶって、そしてトンボ斬りと言われた槍を持っています。この人は槍の名手としても有名な方だったんですよね。この槍は特にトンボ斬りというふうに名前がついているんです。トンボ斬りってどういう意味かと申しますとね、戦場に行って本多忠勝公がですね、この槍をね、持つところを下にしてドンと土に刺したんですね。そこにたまたま飛んできたトンボが刃先に触ったところで、トンボが真っ二つにパンと切れてしまったといったところから、トンボ斬りと言われている槍なんですね。さあ、この本多忠勝は豊臣秀吉に家康の杉たるもの、天下無双の勇士と言われた方なんです。生涯にですね、50数回の戦をしてるんですけれども、なんと一度も負傷したことがなかったんだそうですよ。本多忠勝公です。さらにちょっとこっち来てもらっていいですか。今度こっちです。家康館のですね、すぐ横に鹿見像があるんですね。さあ、この鹿見像は前回の浜松城の時の三方ヶ原でお話をさせていただいた像なんですよね。家康75年の生涯でただ一度の負け戦となった三方ヶ原の合戦、その際にですね、負けた時の悔しい顔を絵師を呼んで描かせたものがありますよね。それが鹿見像というふうに俗に呼ばれています。その鹿見像を立体的に石像として作り上げた作品なんですね。はい、そしてですね、鹿見像のすぐ脇なんですけれども、正面に大きな入り口が見えているのが二の丸の能楽堂なんですね。本格的な能楽堂があるところなんです。実はこの能楽堂、ここはもともと岡崎城の二の丸だったところなんです。実はこの辺りで
徳川家康は生まれているんですね。家康生誕の地の上に立っているのがこの二の丸能楽堂です。はい、こちらの方からも石垣とお堀の様子が見えますか。はい、それではこちらを見てみてください。さあ、ここですね、徳川家康が生まれた時の産湯の井戸なんですよね。この岡崎城の二の丸で天文11年12月の26日、西暦にして1542年、徳川家康はこの地で生まれているんですね。そしてここがこの産湯の井戸ということなんです。ありがたい井戸ということでパワースポットにもなっています。これがですね、2015年に井戸の中のお水、今でもね出てるんですけども、直接触ることができるようにということで、こっちにねお水が直接引かれたんですよ。普段はねここからお水が出てるんですけども、今ね凍ってますコン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 、完全に凍ってしまってますので、竹筒からね、竹かな、うん、ここからね出てるお水がちょっとないのが残念なんですけどね。2015年からはですね、井戸の中の水を直接ここに引いて、ここで井戸のお水がね触れることができるようになってるんですけどもね。寒いです、凍ってますはい、それではこちらを見ていただきたいと思います。徳川家康の恵那塚です。さあ、こちらにはですね、東照宮恵那塚って書いてありますね。東照宮というのはこれ徳川家康のことですよね。徳川家康は神として祀られていますね。東照権現というふうにも言われます。はい、こちらの恵那塚なんですが、恵那って皆さんご存知でしょうか。恵那というのは生まれた時ですね、へその緒、そして胎盤のことをエナっていうふうに呼ぶんです。その胎盤やへそのエナを埋めたところがここエナ塚なんです。なぜ埋めたんでしょうかね。昔の人は子供が生まれるとそのエナを埋めて、その子のね健やかな成長を願っただそうです。まあ、ですから徳川家康が生まれたことをねみんなでお祝いして、ここでその成長を願ったところというパワースポットになっているんですよね。はい、それでは上がってきてください。いよいよ岡崎城、お城が見えてきます。はい、天守閣が見えてきてますよ。はい、天守閣ご覧いただけますか。現在の天守閣は昭和34年に復元されたものなんですね。3層5階の天守閣です。さあ、そしてこちらをちょっと見てみてください。さすがに石の町岡崎ですよね。ここにも御影石の出世ベンチがあるんですよ。まずこちらが家康公ですよね。そしてもう一体、こちらが幼い頃の家康、幼名は竹千代と言います。ちょっとふくよかな感じですよね。ちょっとじゃあ竹千代くんの隣に座ろうかな。はい、ちょっと寒いのでお尻が冷たいんですけど、竹千代くんです。出世ベンチです可愛らしいですよね。はい、御影石で作られています。はい、はい、生まれた時の幼名はですね、松平竹千代というんですよね。はい、そして徳川家康、竹千代はですね、6歳の時に織田信長のお父さん織田信秀のもとに人質として預けられるんですね。そして8歳の時に今度は今川義元に人質として預けられる形となります。ですからこの岡崎城では本当に短い時間、幼い頃しか過ごしていないんですよね。
そして桶狭間の合戦、19歳の時に今川義元が討ち死にをしたことで再びこの岡崎城へと戻ってくるんです。そして29歳の時に浜松城にお城を変えるまでの間の10年間この岡崎に住むんですよね。さあそしてですね、家康というふうに名前を変えたのが桶狭間の合戦の時なんですね。さあ頭が出ちゃ失礼ですけどもはい、徳川家康ですけども、徳川家康がですね、家康というふうに名前を変えたのが桶狭間の合戦の後になります。竹千代という名前からですね、今川義元の下で元服をして、そして竹千代は今川義元の元という字をいただいて元康というふうに名乗るんです。そして桶狭間の合戦の後、今川義元の人質から自立をしたという意味で元の字から家という字に変えて家康というふうに名前を改名します。そして25歳の時に松平から徳川へと姓も変えているんですね。はい、ということで私もこれで出世できますかね出世ベンチです家康さんお願いしますはい、それでは本丸の方へと向かっていきたいと思います。朝日がねどんどん上がってきて眩しくなってきました。さて本丸に向かう途中、この下にはですね深いお堀があるんですよ。このお堀を青海堀と言います。室町時代の中頃に西郷継頼とともに初めて岡崎城を築いたこの頼継の号が青海入道だったところから青海堀と呼ばれています。本丸の北側を守るお堀です。内側にカーブする石垣など歴史的にも価値の高い空堀です。はい、それでは本丸に入ってきました。この本丸、天守閣の横にあるのが辰木神社と言います。龍の城と書いて辰木って読むんですね。徳川家康が岡崎城で生まれた時に籠城に金の龍が天高く登っていったというような伝説があるんです。そういったところからこのお城は龍河城とも別名呼ばれているんですね。そこでここは徳川家康を祀る辰木神社となっています。はい、それではお参りしていきましょう。はい、皆さんもお参りしていただきました。それではね、ちょっと本殿の中を見てみてください。立派な木彫りの龍が天井にいるんですよ。いかにも家康が生まれた時にね、龍が天に昇っていったという感じで龍の彫刻が彫られています。本殿の中を見ていただきながら天井を見てみてください。はい、それでは続きまして、こちらに天守閣、そして向こうに辰木神社、その中間にあるのが徳川家康公の遺訓碑と遺言碑なんですね。さらにこの奥なんです。ここがまたねパワースポットなんですよ。さあここにね井戸があるんです。この井戸が辰の井というんですね。龍神様が現れた時にこの井戸の水がブワーッと吹き出して龍神様を覆ったというふうに言われているんです。辰の井と言います。龍神様のパワーをいただけます。パワースポットです。はい、それではちょっと下を覗いてみてくださいね。
この下にまずお堀が見えているのがたつき堀と言います。たつき堀にかかっている赤い橋が神の橋と書いて神橋です。その向こう側土手があって、向こうに川が流れているのが見えますか。天然の要害ですよね。音川っていう川が流れています。それでは下に降りてみましょう。行きますよ。さあ、この岡崎城はですね、明治6年に廃城になっています。天守閣をはじめ建物は皆取り壊されてしまったんですね。残ったのはお堀と石垣です。まあ、ですから石垣はその当時のものがそのままに残されているんですね。この辺はもう完全に野面積みですよね。岡崎城はですね、各方向から見るとその時代時代、中世から近世にかけてのね、いろいろな石垣を見ることができるんですね。さあ、これからたつき堀を渡っていきます。橋は神橋です。今ね、イルミネーションやってるんですよ。11月の1日から1月11日までなのでね、あちらこちらにね、イルミネーションのね、明かりの飾りがついてるんですよね。それではこの先の音川の土手に出ていきましょう。船着き場跡という石碑が立っているはずだったんですけどね。石碑がないんですね。見たらね、幕張ってあって、ちょっと下を覗いていただくと石垣がちょっと崩れてますかね。ここは船着き場、お城の下まで船が着いたところなんですね。五万石でも岡崎様はお城下まで船が着くと歌にも歌われていた、ここは船着き場のあったところなんですね。今これ整備してるんでしょうね。きっと綺麗にまた直すんではないでしょうかね。岡崎城はね、五万石という決して大きなお城ではなかったんですけれども、神君である徳川家康の生誕の城として、江戸時代には代々家柄の高い譜代大名が入ったんですね。はい、特別な扱いを受けていたのがこの岡崎城でありました。はい、再びですね、たつき堀の方に入ってきました。お堀に沿って少し歩いていきます。たつき堀に沿って歩いてきましたが、ちょうど向こうにね、見えてきたのが辰巳櫓なんですね。この辰巳櫓の石垣を見てみてください。時代時代によって石垣の積み方みんな違うんですけれども、特にこの角のところの石垣が岡崎城の中で一番完成度の高い石垣というふうに言われています。この岡崎城の石垣はすべて岡崎の地元の石なんですよね。こちらの花崗岩が積まれています。角の積み方っていうのはもう皆さんもね、天守閣あちらこちら見ていただいて、ご存知かと思いますけども、角は特に一番崩れにくいような積み方がしてあるんですね。三義積みって言います。右と左の石の長さを交互に組み替えることによって強固な石垣の角を作っているんですよね。はい、後ろにですね、櫓が見えてきていますよね。青い空と大きなマンションに生えていると思うんですけども、東久留米にあった東住櫓を復元したものなんですね。この東住櫓は明治の初年の頃まであったんだそうです。現在のものは2010年に復元されたものなんですね。
東隅櫓が二重の櫓です。そこに城壁が45メートル伸びているんですね。合わせて1億円で復元されたものなんだそうです。はい、お待たせいたしました。それではいよいよ岡崎城天守閣に登場します。それでは行きましょう。はい、それではこの天守閣の下の天守台、石垣を見てみてください。岡崎城内の石垣の中で一番古いものなんですね。1592年から1596年ぐらいの間に積まれた石垣だそうです。はい、それでは1階天守閣に、ね、入ってきたところです。真ん中に大きな石が見えているのが天守閣の礎石なんですね。この礎石、1617年にこの岡崎城ができた時に心柱として作られた礎石なんだそうです。礎石の上に乗っていた心柱は3階まであったというふうに考えられているんだそうです。心柱を持っている天守閣というのは非常に例が少なくて、現存しているのは世界遺産の姫路城のみなんだそうです。はい、それでは最上階に上がってきました。5階の天守閣なんですけれども、残念ながらね、2階と3階と4階は撮影が禁止ということで、1階から最上階、5階の展望階まで上がってきました。途中2階、3階、4階は岡崎城の歴史などがですね、パネルだったりシアターだったり、そして美術品などで見学ができるところなんです。さあ5階に上がってきて、これからですね、景色、展望をご覧いただきたいと思います。はい、先ほどお参りいただきましたたつき神社、もう神様を上から見下ろすような感じになってますね。はい、今度こちら側です。はい、南側ですね。南側見ていただくと、南側正面に先ほど船着き場をご案内させていただいた音川が流れていますよね。でちょっと右の方を見ていただくと、ちょうどこの天守閣の右下に川が一本流れているのが見えますか。伊賀川と言います。ここね、桜並木がとっても綺麗なんですよ。ちょうど伊賀川と音川が合流する地点に天守閣がそびえているのがわかるのではないでしょうか。はい、では西側に行きます。このすぐ、ね、下のところには先ほどお話しした伊賀川が流れてますよね。この伊賀川からもうちょっと向こうに行ったところに矢作川が流れているんですよ。ちょっと矢作川の流れはこちらからは分かりづらいですけどもね、伊賀川と矢作川の間には八丁味噌の味噌蔵があります。ここからね、角球の屋根がちょっとそこに見えてるんですけどもね、マンションの裏側のところに、はい、角球のお屋根が見えますでしょうかね。ちっちゃくですけどもね、はい、見えてます。はい、八丁味噌もね、後で行ってみたいと思います。ちょっとね、遠くの方の山が見えるかな、伊吹山が見えてるんですよ。伊吹山遠いですからね、ちょっとカメラで追い切れるかなっていう感じなんですけども、真っ白になってます。滋賀県最高峰の山、伊吹山です。ちょうどね、あの伊吹山あたりは北陸からの風が流れてくるところなんです。あのあたりに沿ってとっても雪が多いところなんですね。伊吹山のふもとが天下分け目の関ヶ原です。伊吹山の左側には養老山脈、さらに鈴鹿山脈と山並みが見えています。濃尾平野が広がる様子がこちらからよくご覧いただけますね。はい、お城の北側に行きます。お城の北側には直線距離3キロのところに徳川家、松平家の菩提寺、大樹寺があります。三代将軍家光が大樹寺で家康の17回忌を行った際に、
祖父の生誕の地を望めるようにと伽藍を建てたんだそうです。380年経った現在でも間に高い建造物は作らずに、歴史的眺望は変わらず、この直線をビスタラインと呼んでいます。お城からだとちょっと分かりづらいですが、大樹寺に行ってビスタラインを体感したいと思います。はい、後ろに見えている銅像が徳川家康公の銅像です。晩年の頃の、ね、徳川家康公ですよね。徳川家康公350年祭ということで、1965年昭和40年に建てられた銅像です。青空に映えてますね、家康公がね。徳川家康公は1615年大阪夏の陣にて豊臣氏を倒し、長く続いた戦乱の世を終わらせたんですね。はい、そこから江戸時代平和な世の基盤を築きました。翌年の1616年に75歳で波乱に満ちた生涯を閉じているんですね。平和な江戸時代を築いた徳川家康は、そこから神君として全国の東照宮で祀られることになるんですよね。はい、こちらがその徳川家康公東照権現です。長いお時間岡崎城の散策お疲れ様でした。それではちょうどいいお時間となりましたので、家康公のからくり時計フルバージョンでお楽しみください。
岡崎城ずいぶん長くなっちゃいました。この後は岡崎城を後に徳川家と松平家の菩提寺大樹寺に向かいます。失意の家康を救い、その後の人生観を変えた大樹寺、美しい多宝塔があることでも知られます。そして家康公おすすめのグルメ八丁味噌、食レポはみゆきちゃんです。改めて次回お送りします。また見てくださいね。さようなら。